駅、出入り口プラットフォームと駅前植栽地、八木沢駅は、長野県上田市八木沢にある、上田電鉄別所線の駅である。駅番号は、BE14。短式一面一線のホームを持つ、地上駅。かつては、駅員配置駅であったが、現在は、無人駅である。上田真理子電鉄時代からの駅舎がある。上田真理子電鉄時代からのトイレもあったが、 2015年までに撤去されている自転車置き場あり、当駅に列車交換施設を増設する計画があり、すでに用地自体は確保されているが、事業化されていないため、地元住民管理の駅前植栽地が作られている。ホームが改修され段差がなくなったほか、2015年までに駅舎と自転車置き場も改修され、屋根の張り替えや再塗装が行われた。 駅前には一時撤去されていた丸型ポストが再オーされたほか、自転車置き場に飲み物の自動販売機が設置された。2016年春に駅名標が更新され、鉄道娘の別所線キャラクター、八木沢舞のイラスト付きとなった。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り、八木沢天満宮の東隣に、新港の分譲住宅地、 セレイのヤギ沢があるが、他は、小さな住宅街と農地が広がっている。AKB48 メジャーシックスシングル、夕日を見ているかいや、生き物係のーティーンスシングル、二人の、プロモーションビデオに登場する。また漢字やしほりの写真集、20歳の、付属 DVD に看板が撮影されている。2020年9月公開映画、リスタートは、ただいまの後で、 のロケ地となった。ありがとうございます。